先々月ぐらいにね、メアちゃんと会ってるんですよ。そう、ご飯行って、なんか美容室とかああいうところで店員さんと1対1で話す機会ってあるじゃないですか。しかも店員さんって、お仕事何されてるんですか？今日お休みですか？普段何されてるんですか？とか聞いてくるじゃないですか。我々なんかあんまりそういうことを言うと、何してんのこの人みたいになるから、基本的にいい感じにブラフをかますんですけど、メアちゃん曰く店員さんになんか自分がしぐれういだと思い込んで喋ってるって言ってて、あ、普段はラノベの表紙とか書いてて、そうですね、イラストレーターやってますみたいなことを言ってるらしいんですよ。まあちょっとしぐれういと思い込んでるカグラメアがね、あ、そういうところに出没するかもしれないんで、皆さん気をつけてください。全く困った話ですわ。ややこしい影武者が出来上がっちゃったんですけれども。それでは皆さん、さよならー。